さあそれではこれより第2部ということで第2部も盛りだくさんでお届けしてまいりましょうね。さあ第2部開始にあたりまして在浜松ブラジル総領事館副領事パウロ・アマドさんに一言いただきたいと思います。在名古屋ブラジル総領事館の島マリーゼさんに通訳していただきます。よろしくお願いします。私ポルトガル使いますので、まだ日本語下手なので後でも多分日本語で使います。でも今日はポルトガル使います。マリーザ通訳しています。あ、こんばんは。あ、まあ、名前は日本語じゃない、ポルトガルすみません。名前はパウロ・アマドE é com imenso prazer que participo, na qualidade de cônsul-geral interino do Brasil em Hamamatsu, do concerto beneficente Endless Love for Children. 私は在浜松ブラジル総領事館のアマド・パウロ総領事代理でございます。終わりなき子どもたちへの愛のチャリティーコンサートに参加できたことはとても光栄に存じます。O espetáculo de hojeConta com a participação de diversos artistas, alguns deles brasileiros, outros filipinos, muitos japoneses, unidos com o único objetivo de arrecadar fundos para a escola primária Kaimachi. O Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu está certo de que os recursos captados beneficiarão um grande número de jovens atingidos pela tragédia de 11 de março de 2011.本日はいろんなアーティストの中でブラジル人も参加しています。この目的は釜石市の小学校の支援金を募るために一致団結をしています。在浜松ブラジル総領事館は2011年3月11日に被災した多くの若者たちがその支援金を通じて役に立てることと存じます。日本人もフィリピン人もブラジル人だけ聞きました。Acreditamos também que o show de hoje proporcionará uma oportunidade única de intercâmbio entre artistas que aqui estavam, né, japoneses, brasileiros e filipinos, estreitando ainda mais os laços existentes entre essas nacionalidades. Hoje, no charity concert, o toste, nihonjin, brasileirin, to filipinjin no artista no kouryu tonaru koto o nozomi.そして参加国間のさらなる友好が深まることを願っています。O Consulado Geral do Brasil faz votos de sucesso e deseja que esta belíssima iniciativa sirva como exemplo para que cada vez mais eventos desse tipo sejam organizados no futuro. ブラジル総領事館はこのチャリティーコンサートが成功すること、そして将来もっとこのようなイベントが開催されることを望んでいます。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい、ポルトガル使いましたので。でもね、ポルトガル語とてもそんなに美しい、国語、ね、少し聞きます、いいです、音楽。一緒に、ね、ありがとうございました。本当におめでとう。もう一回大きな拍手をお願いします。在浜松ブラジル総領事館副領事パウロ・アマドさんでした。さあそれでは第2部のステージを始めてまいりたいと思います。はじめは中学生とお母さんの親子バンドゆうゆうが登場です。中国2年生のドラマー藤森智孝さんとピアニストの藤森優子さん、そして今日はそこにスペシャルゲストとしてハーモニカ奏者の山口真希さんが加わります。どうぞよろしくお願いします。
今日ゆうゆうフィーチャリング山口真希ということでしてオルガンとドラムとあとハーモニカのトリオの演奏を聴いていただきたいと思います。ゆうゆうさんはですね、さっき紹介ありましたが、浜松を中心に活動されている親子のお母さんと息子さんのユニットなんですね。で、僕は前に自分のライブでですね、ゆうゆうさんにゲストとして参加していただいて、今日2回目ですね、ご一緒させていただくのは、本当にこのような機会に演奏させていただいて、すごく嬉しく思っています。ありがとうございます。じゃあ、じゃあですね、1曲目は、ドラマ北の国からのテーマを聴いていただきました。2曲目は、映画の明日に向かっているテーマですね、雨に濡れても主題歌を演奏したいと思います。対照的にですね、一つの音階しか吹けません。でしかもその音階すらもちゃんと揃ってないんですね。これは B フラットというキーなんですが、下から吹くとちょっと音が飛んでるんですね。でこれをベンド奏法といってですね、吹き方をね無理やり変えてですね音を作ります。こういう風にですね、ない音をね、自分で作っちゃうんですね。例えば。
こういう感じでですね、ない音を自分で作ってね、演奏しちゃうというちょっと変わった楽器ですね。クロマチックとちょっと対照的なんですが、今日この2種類を使ってね、演奏を聴いてもらいたいと思います。次はじゃあクロマチックで、ジャズのスタンダードですね、フライミーツーザムを演奏したいと思います。Thank you.
とうございました。ゆうゆう、そして、山口真希さんのハーモニカお聴きいただきました。いかがだったでしょうか。ステージを非常に盛り上がっているように感じましたけれども、皆さんにもお楽しみいただけたのではないかなと思います。このゆうゆうのお二人ですけれども、親子ですというふうに先ほどお伝えいたしましたが、なんとお二人で浜松やらまいかミュージックフェスティバルに6年連続で出場されているということなんですね。息子さんはドラムとして小学校3年生から活動されているということでしたので、まさに今回のチャリティーで寄付をさせていただくようなお子さんたちの頃からこうやって音楽に親しんできたということになると思います。今回皆様にご購入いただきましたチケットというのは、チャリティーの形としまして釜石市の小学生たちへ音楽教材、そして文房具などの購入費に充てられることになります。ここから送られる音楽に関するものがやがてそのお子さんたちの未来へとつながり、そしてここ浜松で演奏してくれる日が来るかもしれないなと、そう願っている次第です。さあ、それでは続いてのステージに移ってまいりたいと思います。第1部でも素敵なダンスを披露していただきました。第1部はワルツを披露していただきましたが、再び登場です。ボールルームダンサー、社交ダンスですね、ボールルームダンサーの倉田正輝さんと、大阪から来てくださいましたパートナーの山岡真希子さんです。温かい拍手でお迎えください。種目はタンゴです。そして山岡真希子さんによる、社交ダンスご披露いただきました。さて、続いてのステージは少し演出を変えてドラマステージをご覧いただきたいと思います。今回のコンサートリーダーでいらっしゃいますマリアさんは、歌だけではなくドラマなどにも出演をされてきました。今回は釜石市の小学校のために久しぶりにドラマステージを見せてくださるということです。さあ、このドラマステージ、お話にテーマがあります。そのテーマ、物事の
価値や素晴らしさというのは何だろう、そして人を助けることの大切さを描いています。お金を持っていることだけが素晴らしいことでしょうか。社会的に地位や名誉があることが素晴らしいことでしょうか。お金がなくても精神的に何か障害や病気を抱えていたとしても、その人が何か人の役に立ちたい、そう思うことは一番素晴らしいことなのではないでしょうか。マリアさんから送られるメッセージ、しっかりと受け取ってください。Oras pa kuwa, kulay aras ang panahon.